こんにちは。コラボハウスで設計士をしております富永拓人です。今回は日々の癒し猫ちゃんのための23坪の平屋をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。今回のお家の見どころは、1つ目は猫ちゃんのための LDK、 2つ目は飽きのこないキャットウォーク、3つ目は集中して料理のできる個室キッチンです。こちらのチャンネルではお家作りに関する様々な動画を投稿しております。ぜひ皆様チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは富永さん、今回の敷地面積や延べ床面積はどのぐらいになってますか？はい、今回の敷地は75坪のちょっと大きめの土地に、はい、延べ床面積や建物が23坪の平屋になってます。今回のご家族の構成を教えていただきたいんですけど、はい、今回のお客様はご夫婦お二人と猫ちゃん2匹で暮らされてます、はい、あ、なるほど。タイトルにもあった通り猫ちゃん2匹。そうです。あ、そうなんですね。可愛いんですけどね。今日出てきてくれるかな。あ、出てきてくれたらいいですね。楽しみですね。はい、今回のお客様がもともとマンションに住まわれてて、はい、で猫ちゃんをもっと伸び伸びとこうさせてあげたいというところで、はい、その持たれてたマンションをちょっとこう手放してお家作りをスタートしていったって流れになります。あ、じゃあ本当に猫ちゃんのためのっていうタイトル通りですね。そうです。お客様も猫ちゃんの家に私たちが住んでると言ってました本当にその通りの家、はい、すごい楽しみですね。で今回富永さん平屋とおっしゃってましたけど、はい、外観見ると2階建てに見えますね。あ、そうなんですよ。お家の中は後ほどご紹介するんですけど、はい、一部こうロフトにして外観もですねこう一部その分上げて、はい、ちょっとこう動きを出したような外観にしてます。うん、まあ、じゃあロフトの部分ということですね。そうです。こちらがロフトの部分になります。で今回の外観なんですけど緑色でそうです。いいですね。ありがとうございます。今回のこのお色が、はい、お客様がもういろいろこう素材見て、こう実際建ってるお家を回って、うん、一番緑が綺麗だったというところで、はい、まず緑のガルバリウムっていうものをこう採用して、はい、全部緑でも良かったんですけど、うん、重みが出るようなお色味になっているので、はい、一部ちょっと軽さを出すためにですねこう塗り壁っていうものでグレーでアクセント入れてます。なるほど。花壇の前にそちらの塗り壁を使ってるんですね。あ、そうなんですよ、うん、季節的には何も咲いてないんですけど、これからの季節でこう花壇に今こうつるのようなものが生えてるので、はい、そこにこうお花が咲いたりとか、手前にちょっとこう色のついてるものを入れていただくと結構塗り壁がいい背景になって出てくるかなと思うので楽しみですね。そう、しっかりと植栽の色も生かした塗り壁ということですね、はい、結構グレーの塗り壁は植栽映えますね。あ、そうなんですね。だいぶ映えます。わー、見てみたいですね、はい、今回の駐車場計画なんですけど、はい、どのようになってますか？はい、お客様がお車メインが1台なので、はい、うん、一応1台しっかりと止められるようにしてで、はい、でこうお客様が来られた時にこう縦列のような形で1台止められるようにしてます。はい、うん、じゃあ合計で2台止めれる。そうです。あ、なるほど。お客様はここにお車止めていただいて、この石積みのところをブローチでお家の中入っていただいて、はい、お客様はここから入っていってで玄関に向かっていくというような流れにしてます。いや本当道なのでこう歩きたくなっちゃいますねそうです、はい、で外光とかもしっかりとこう綺麗にして、もらったのですごいいいなと思いますね、はい、いやこう外光も相まって雰囲気が出てますよね、うん、出ますね。だいぶお店かと思いましたもんね。ですよね。早速中へ入っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、うわ、とっても広いですねありがとうございます、はい、ここが広さが 5.25 畳と約5畳の玄関ホールになってます。あ、本当に広いですね。はい、結構広いと思いますね。で一応工夫としましては、まずこういう収納関係の扉を全部こう取っているというところが広く見えるポイントかなと思います。なるほど、オープンにしてますね。そうです、うん、一部こういう棚とかはこう靴の収納で置いていただいて、はい、一方一部はこう小物を置けるような飾り棚として使ってもらってます。本当、うんうん、はい、収納とインテリアをこう置くスペースとして両方兼ね備えてるんですね。はい、そうですよね。でしかも綺麗にしていただいてるので収納って感じはあんまりしないかなと思いますね。しないですね、まあ、ここにも猫ちゃんがいますねそうです猫ちゃんとでこうアウターとかこうジャンバーとかをこうかけられるようにしていって、
でそこからお家の中に上がっていくっていう計画にしてます。あ、じゃあもう本当ここで結構すべて収納できるような広さですね。うん、そうですね。外物は全部この辺りにかけてもらって、この服だけでお家の中に入っていくっていう形になります。うんうん、はい、では早速中へ上がっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、でこちらの緑の扉ですね、はい、開けていただくと、猫ちゃんがいないかな。はい、はい、まず入っていただいて、はい、右手からご紹介します。こちらが一応お手洗いになってます。あ、こちらのお手洗いもおしゃれですねめっちゃいいですよね、うん、で奥が、ですね、ウィリアム・モリスっていう輸入品の壁紙を使ってます、うんうんうん、はい、でそこに一部こういったタイルとかを使って全体的にこうまとめてます。いや、もうトイレだけでも気分が明るくなりますね。いや、本当におしゃれですよね、はい、こういう壁の厚みとかを利用して収納を作ってますので、あ、はい、ここにトイレットペーパーがすっぽりこう入るように設計してます。あ、もう私スマホを置いちゃいたくなりますね本当ですよね、はい、あれこう漫画とかでも入れてもらってもいいかもしれないですね、ちょっとしたこもれる空間になりますねなりますね。で実用的なそのお掃除道具とかはこの手洗いの下に収納できるようにしてますので、はい、手洗いを済ませるっていうこと以外も掃除とかもしっかりとできるようにしてます。それではお手洗いをこう出ていただくと、はい、ちょっと中はご紹介できないんですけど、うん、スキップフロアのこう下、ロフトの下のところで、はい、1メーター40センチぐらいの2畳の難度をご用意してます。あ、そうなんですね。なので季節物を入れていただいたりとか、うんうん、まあ、こう普段使わないものをこう入れていただくのに使ってもらってます。あ、結構便利そうですね。はい、結構便利だと思いますよ、うん、天井が低いのでその中で居室っていうのは難しいですけど、はい、収納する分には結構入るかなと思います、うん。それではこちらのホールを抜けていただくと、はい、リビングダイニングの空間になってます。うわ、すごいですねありがとうございます、うん、その反応待ってました。あ、本当ですか。はい、でこちらが広さが14畳の広さになってます。あ、14畳、はい、そうです。構造的にもこう必要な針というものを作って、はい、でそこをこう結ぶようにこうキャットウォークを作ったりとか、はい、ネットを作ったりとか、うんうんうん、っていうところで猫ちゃんがこう動き回れるスペースを設計してます。あ、本当こう窓も相まっていつでも日向ぼっこだったりお散歩できそうですね、はい、基本的にはやっぱりこう猫ちゃんは暖かいところが好きみたいなので、はい、上のところでこうくつろいでもらってるか、こういう下のところの日入るところで寝転がってるみたいです、うんうん。いや、本当こう気分によって選べるのっていいですねそうですね贅沢ですね。人間よりやっぱ猫ちゃんの方がこう機敏に動くので、はい、いろんなところにいるみたいです。うん、はい、リビングの左右にお庭があって本当開放的な感じしますね。はい、そうなんですよ、うん、方角でいくとこちらが南側なので、はいはい、しっかりとこう日を入れるために南に大きい窓を取っていて、うんうん、ソファに座ってもらった時に左側にはお庭が見えて、はい、で右側にはこう植物を楽しめるような中庭を設計してます。あ、なるほど、はい、本当視線も抜けてより開放的になりますね、うん、そうですね、上にも右にも左にも抜けるので結構広く感じると思います、はい、いや本当14畳には思えないです。いや本当に僕もできて、うわ、これ14畳なんやと思いましたねそうですよね、はい、テレビの後ろにエコカラットというもののリクシルさんのタイルを使ってます、はい、タイルの上には照明を入れてます、はい、で猫ちゃんが眩しくないように間接照明にしてますの で、はい、で当然猫ちゃんにもいいですし、あと夜とかもここの照明つけてもらうと壁が照らされるので、はい、結構雰囲気出るかなと思います。いや本当この一部素材を変えるだけでも結構雰囲気変わりますよね。いや変わると思いますね、うん、計画の段階ではここの針からこっちはキャットウォーク作ってないので、あ、猫ちゃんは禁止ゾーンと一応してたんですけど、はい、やっぱりこうジャンプしていくみたいなので、すごい、この上とかエアコンの上とかも本当ぐるぐる回るみたいですもう自由自在ですね。本当そうですこちらの坪庭の反対側にも窓あるんですけど、はい、こちらがちょっとこの背の低い扉ですね、こう猫ちゃんが見えるようになってるんですけど、はい、
ここ開けていただくと、うんうんうん、一応猫ちゃんのお部屋になってます。あ、猫ちゃん用のお部屋もあったんですね。そうです、そうです。ここも猫ちゃん用には作ってます。ただやっぱりここよりいろんな暖かいところに行かれるみたいなので。あ、なるほど、なるほど。こう、こっち使うよりやっぱりリビングにいる方が多いなということを言ってました。まあトイレだったりこう必要なものを収納できるスペースにもなりますね。そうなんです。こちら向かい側にはこういうちょっと一部くり抜いたスペースをお作りしてます。あ、ルンバではないんですか。そうなんですよ。結構こういうルンバ基地として見るんですけど、はい、このお家にとってはここが猫ちゃんの一応お手洗いのスペースになってます。そちらがお手洗いスペースだったんですね。そうです。でもう一個あるんですけど、猫ちゃんのお手洗い2つあって、はい、こちらがこう隠れてする時用で、向こうにあるんですけど、向こうがちょっとこうオープンで用を足すようで2つ分けてます。あ、じゃあ気分に合わせて。そうですね、場所も選べて。はい、どっちも使うみたいですね。結構はっきり分かれてるらしいですね。そうなんですね。そうなんですよ。面白いですね。おすすめかもしれないですね。でちょっと後ほどダイニングはご紹介するんですけど、はい、さっきちょっとロフトの部分からご紹介していきます。はい、でこちら階段を上っていくと主寝室になってます。あ、こちらに主寝室が、はい、こちらの広さなんですけれども、はい、どのぐらいになってますか。こちらの広さが 5.2 畳の広さになってます、はい、うんうんうん、富永さん、はい、奥にある窓があの外観から見えた窓ですかね。そうです、そうです。あ、そうなんですね。外観の一番最初にお話しした上のところにあった、はい、ちょっと出窓になってるんですけど、 あの部分が一応ここでなります。あ、ここでは猫ちゃんが上に登って、うんうんうん、結構猫ちゃんってやっぱりこう外の人間が歩いてるところを目で追うみたいなので、あ、結構外交工事とかしてる時もあそこで猫ちゃんは見てたみたいです。あ、でも本当猫ちゃん出窓にいるイメージありますね、やっぱり。そうなんですよね、はいはい、この手前が 1m40cm のサブの主寝室として作ってます。そうなんですね。で使い勝手としては、まあ、メインはこう猫ちゃんが使ってもらったりとか、あとはご夫婦はこちらでお休みになられて、はい、リビングではなくてちょっとくつろぎたいなっていう時にここを使ってもらってるみたいです。あ、じゃあこちらちょっとしたおこもりスペースといいますか。そうです。あ、いいですね。はい、今はちょっとまだ何も置かれてないんですけどこれからちょっと作っていこうかなと言ってました、ね、あ、そうなんですね、はい、で手前にご夫婦がお休みになられる、ベッドを設けてます。うん、こちらも間接照明がまた素敵ですね。そうですね、うん、なんでここで何か作業するときは上のダウンライトとか使ってもらって、はい、こうお休みになられるときはやっぱりこう上にダウンライトあると結構眩しいので、うん、上消してもらってこっちの間接照明だけつけてもらって寝るときに最後消してもらうようにしてます、うん、こちら出身した足元にはこういうニッチを作ってます、はい、でここはこういう小物飾ってもらってもいいですし、うんうん、あとは一番こうキャットウォークですね。ここが猫ちゃんを歩いていって、はい、この針の上とかを行けるようにしてます。あ、ここもつながってるんですね。そうなんですよ。一番こう工夫したところはやっぱこう主寝室には扉をつけてないので、はい、はい、ニッチだけじゃなくて階段登っても猫ちゃんがこうリビングと主寝室を行ったり来たりできるように設計してます。うん、まあ、ちょっと恥ずかしがり屋さんなんでちょっと見えてないですけど。そうですね、多分今ちょうどベッドの下にいるんじゃないかな。ちょっとぜひ見たいなという気持ちになりましたね。はい、怖いですよね、猫ちゃんからしても。そうですよね、はい、でちょっと下降りていきますね。はい、ちょうどここから見る景色が猫ちゃんとこう目線が合うみたいですね。猫ちゃんの景色ですね、これが。そうですね。続いてダイニングをご紹介します。はい、あ、こちらのテーブルもまたおしゃれですね。かっこいいですね、これ、はい、これが以前から使われてた一枚板の
ダイニングテーブルになってます。いや雰囲気ありますね。これめちゃくちゃかっこいいですよね。はい、これが家具屋さんで購入されたみたいなんですけど、木のこう家具をこうメインで作ってる材木屋さんで購入されたみたいです。ああもうなるほど。形といい、色合いといい、本当いや かっこいいですね、はい、このテーブルは、うんうん、後ろ側にはこう猫ちゃんのダイニングもあります、はい、わあ、はい、すごい。なんでこう下から登って、はい、ここで食べることもあれば、うん、ジャンプすることもあったりとか、あ、はい、して猫ちゃんがここでご飯食べるようにしてます。あ、そうなんですね、はい、なんで一部こう猫ちゃんのお水とかを汲めるような洗面もご用意してますし、うん、はい、この下に2個目の猫ちゃんのお手洗いもつけてます。こちら側に2個目のトイレがあったんですね。そうです、そうです。でご飯食べた後にこのまま登っていって、上のキャットウォークに戻っていったりとか、はい、逆に上からこう降りても来れるようにこうちょっとこう高さをしっかりと工夫して作ってます。ああ本当に猫ちゃんのためを思っての設計ですね。はい、ここでご飯食べて乗って、こっちの出窓でこうくつろいでもらうこともあれば、そのままこう好きなとこに行ってもらうこともあるみたいですね。水がどうしても壁に跳ねると壁紙が剥がれてきたりもするので、はい、そういったところは一部こういうタイルを使って可愛さと実用面と2つを備えたタイルを使ってます。うん、タイル貼ることでこうよりおしゃれにもなりますよね。そうですね、おしゃれですよね。可愛いですもんね。可愛いです。ごめんなさい、ちょっとさっき触れ忘れたんですけど、はい、この階段鉄骨階段にしてるんですけど、うんうんうん、一部こう難板をちょっと壁まで伸ばして作ってます。本当ですね、はい、気づかなかったです。そうなんです。でここが猫ちゃんがこう隙間入ったりとか、はい、あとはこうじゃれ合いっこしてる時にここからジャンプして登って隠れてたりとか、逆にここから行ってこっちから降りたりとかして使ってもらってるみたいです。わあすごい、ちょっとした工夫でこう猫ちゃんがもう本当に自然に使ってくれてるの、ね、嬉しいですよね。これ無駄かなっていうところも猫ちゃんはしっかりと使ってくれるみたいなので、結構作ってよかったなと思います。いや本当嬉しいですね。はい、この室内窓、お店みたいでかっこいいですね。これめっちゃかっこいいですよね、はい、室内窓も設計ですけど、もうこの見てください、こんなこの、ね、いやもう飾れます、これ。いや私の家にはないです。ですよね、僕も見たことないですよ、はい、これお店以外でこんなの売っとんですね、はい、ちょっと中入っていきましょうか。はい、はい、楽しみです。あ、でちょっとこの扉なんですけど、はい、ここからこの先はキッチンなんですけど、うん、扉もちょっとこう工夫してて、取っ手の部分が丸い取っ手になってるんですよ、はいはい、でやっぱ猫ちゃんで結構賢くて、取っ手のついてるこういうタイプの、はいはい、ドアでしたりとか引き戸とかだと結構開けちゃうみたいなので、はい、もうあえて猫ちゃんも滑るようなこうデザインにしたこういう丸の取っ手にしてます。あ、そこでもうキッチンからは入らないように。そうです、どうしてもやっぱこうお料理の時に急に来たりとか、家を開けてる時にこう猫ちゃんがいたずらしてもいけないので、キッチンはしっかりと個室にしてます。あ、安全ですね、はい、そのキッチンをご紹介しますね。はい、すごい。あ、こちらもまたいいですね。そうなんですよ、ここがちょうどさっきの窓からもリビングが見えるので、はい、猫ちゃんがどこにいるのかなっていうところと、うんうん、今ご紹介した扉もガラス張りにしてるので、はいはい、なんで横にいるのかなとかっていうのも全部こう見えるようにしてます。あ、なるほど、はい、こちらのキッチンはどれぐらいの広さになってるんですか。はい、はい、こちらのキッチンが広さが 5.5 畳のキッチンになってます。うん、結構広めだと思いますね。そうですね、こう窓もあってか全然こう圧迫感とかないですね。です、うん、結構やっぱ個室のキッチンって逆にこもりたいっていう面で閉塞的に作ることもあるんですけど、うんうんうん、今回はこう別に閉塞感が欲しいわけではなく、猫ちゃんが入れないようなキッチンにしたくて、はい、そこで個室キッチンにして見渡せるように開放感のあるようなキッチンを作りたかったので、うこういう設計にしてます。まあ、確かにこうまっすぐ見ると壺庭も見えるので、うん、こう気持ちよく料理できそうですよ ね、 すね、うん、さっきこうご紹介した鉄骨階段の一部、はい、板が長いところも見えるんで、じゃれ合ってるのを見たらすごい楽しいというか、楽しいですね、穏やかな気持ちになりますね、はい、富永さん、今回のキッチンはどちらのものですか。はい、今回のキッチンがパナソニックさんのラクシーナという商品になってます、うんうん、はい、
後ろ側がこちらが造作のカップボードになってます。あ、いいですね。本当はこう同じ既製品で使おうかなとも思ったんですけど、はい、やっぱりこう幅と奥行きに限りがあるので、うんうんうん、もう一からこうオーダーで作っていく造作っていうところで設計してます。あ、なるほど、はい、こちらの素材は木を使われてるんですか？あ、こちらがですね木目調のものを使ってて、はい、メラミンというもので作ってます。あ、そうなんですね。はい、当然普通の木よりはあの水とか汚れには強かったりするので、結構こう水回りにはおすすめな商品になってます。あ、なるほど、メンテナンスのしやすさもあるということですね。そうですね、油跳ねたりとか水がこう、はい、跳ねたりもしますので拭きやすいようにしてます。あ、なるほど、はい、後ろはこれ壁紙じゃなくてタイルを使ってます。あ、いいですね、はい、ここはちょうど大きい室内窓がキッチンのところにあるので、はい、こう帰ってきた時とかにこうチラッと見えてこう一部テンション上がるんじゃないですかっていうところでおすすめさせてもらってます、はい、あ、でもこちらは富永さんの提案で普通にタイルを、はい、あ、いいですね、でも上まで貼りましょうと言って、同じ商品のタイルなんですけど色を変えてこういう互い違いにすることで、はい、可愛らしくできたので良かったなと思います。いや、これは提案して大正解ですね、うん、よかったです本当に、うん、床はキッチンなので水に強いフロアタイルというものを使ってます、はい、こちらがめっちゃ綺麗ですよね、はい、あ、気になってました、はい、これよく見るとですね、はい、エビがものすごいいますエビですね、はい、いや、これ想像している以上いますよ。あ、なるほど、隠れてるのがいっぱいいる、はい、そうですね、ですね、よく見るとめちゃくちゃ可愛いですけどね。キッチンの隣には 3.4 畳のウォークインクローゼットをお作りしてます、うん、大容量ですね、はい、でその奥に5畳の洗面脱衣室を設けてます。あ、こちらも結構しっかりとした広い空間ですね、うん、結構広いと思いますねここは、はい、でまずちょっと洗面からですけど、はい、洗面はパナソニックさんの C ラインっていう今回既製品のものを入れてます。でそこに一部これは別で、入れた鏡 と、名古屋モザイクさんのモザイクタイルっていうのをここに貼ってます。あ、なんかちょっとした工夫で全然既製品っぽくなく見えますね。はい、そうなんですよね。なんでここはもう使い勝手にすごい振って、ここから上はもうデザインでこう選んでいって、トータルすると造作にも見えますけどね、はい、はい、すごく可愛くできたなと思います。可愛いですね、はい、で床もヘキサゴン柄で可愛いですね。あ、そうなんですよ、床もヘキサゴンのクッションフロアを使ってますので、はい、うん、全体的にも可愛くできた洗面脱衣かなと思います。あ、そうですね、まとまってますね。で一部こういう湿気に強いですね漆喰をこの辺りは塗ってますので、あ、動画では分かりにくいんですけど、はいはい、やっぱこういうとこはどうしても湿気出るのでちょっとでも吸ってくれる素材を使ってます、うん、孤立した空間だからエアコンがあるんですかね。あ、そうですね、うん、一応室内干しでこう考えてるので、はい、こういったところに干していただいて、うん、そのまま除湿でもいいですし暖房でもいいですし、すぐ乾くように使ってもらってます。そういう意図があったんですね、はい、なんでこちらで歯を磨いたり顔を洗ったりしていただいて、はい、お洗濯はこちらに洗濯機据えてますので、うん、洗濯してもらって上で干して乾かしてもらって、はい、例えばこちらでこうアイロンしていただいたり畳んでいただいたりして、はい、そのまま持ってさっきのウォークインクローゼットに収納していただいてもいいですし、うん、こちらにもハンガーパイプ作ってるのでこちらにもかけていただいたりとか、はい、下のボックスとかにこうしまえるようにしてます。あ、でも本当にここで洗濯動線完結っていう感じですね、うん、そうですね、結果としてキッチンの水回りは近くしてるんですけど、はい、正直キッチンの水回り離れてても、うん、この洗濯する動線がまとまっていれば、はい、しっかりとこう家事にかける時間を短縮できるのかなとも思うのでおすすめです。本当にありがたいですね、はい、で奥の扉もあるんですけど、はい、こちら開けていただくと、はい、一番最初の玄関に戻ってくる回遊動線となってます。あ、本当これでもう帰宅動線もバッチリですね。そうですね、帰ってくるときは全部ここで外物置いてもらって、そのまま水回り行って、はい、
てお風呂入ってもらってもいいですし、うんうん、手洗ったりとかして LDK に入ってもいいかなっていう、はい、もう本当一筆書きでいけるような動線にしているので、うんうん、使い勝手もバッチリです。さすがです。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。本日は日々の癒し猫ちゃんのための23坪の平屋をご紹介しました。猫ちゃんが楽しくのびのびと暮らせるように作ったお家はいかがでしたでしょうか。ペットをもうすでに飼われている方、これから飼いたいなと思っている方のご参考になれば嬉しいです。コラボハウスでは設計士と作る思い出に残るお家作りを目指しております。大阪、愛媛、香川、徳島、秋田と各地でご相談いただけますので、ご興味をお持ちいただけましたらホームページよりお気軽にお問い合わせくださいませ。こちらの動画がいいなと思いましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今日はありがとうございました。